百貨店の蘇合西部は来月1日から西部池袋本店の営業時間を日曜・祝日を除いて午後9時までに伸ばすと発表しました。レストランも午後9時まで営業し、酒類の提供は午後8時までとします。百貨店各社は宣言が解除された後も客や従業員の安全を確保するため、地下の食品売り場などで混雑時の入場を制限するほか、 換気や消毒などこれまでどおりの感染対策を継続するとしています。